カタログを舐めめるように見て決めたのがこいつボーナスすべてつぎ込んだのは痛いがこいつといると癒されるでもハネムーンは長く続かない時代の流れか私が飽きたのか私はこいつを手放そうとしているでも使えるのなら手放すのは少しだけ待ってみようか今使えているものはそのまんま使おうゴミゼロ運動発祥の町豊橋捨てればゴミになります